ちょっとね、動画の尺の都合上微妙になりそうなんで、もう一個ミッション消化しようと思います。レイエスのミッションちょっとやっていきます。攻略ウィキによると、なんかまた列車にちょっかいかけるっぽいんだよね。俺メキシコに来てから何回列車の邪魔してるんだろうな。俺莫大な費用請求されるわ最終的には。だってね、飛び込み自殺とかしたら遺族にすごい金請求されるらしいからね。めっちゃ危険なことやってる俺。こんなにヒゲ蓄えてたっけこいつ。彼がレイエスだよね。アブラハム・レイエス。ちょ、飲み物、アミノサプリプラス、ビタミン C、クエン酸、アルギニン、シトルリン配合。さあ、そしてまたチュパロさん来ました。列車って言ったらチュパロさだよな。いやー、何回来てんだろう俺。メキシコこんな広いのにチュパロさしか行ってないわ。なんかやだな、職場と自宅を行き来する生活みたいな。ゲームの中でもそれ体験するのか、やだな。リアルリアルとは聞いてたけど、そういう気持ちにはさせてもらいたくないわ。世界はこんなに広いというのに、同じ景色しか見ることができない生活。世知辛いね世の中は。そして雨も降ってるし、今日はどんよりしてるわ、いろいろ。今日やめない？今日気分的にも天気的にもさ、今日やめ、雨天中止、雨天中止にしよう。野球もさ、雨降ると中止にすんじゃん。サッカーはしないよね。なんでだろう、サッカーも中止にしようや。兵士が多すぎる。ああ、なおのことやめよう。ナイフ持ってけ。いつも持ってるけどな、ナイフ。あ、引きつけるって。なんか女の子みたいな走り方してる。騒ぎを待て。ああ、釣れてる兵士を。兵士を釣った。たった2人だけど、なんか納得できねえな。あいつあれで仕事したとか言うなよ。たった2人たった2人じゃん。おお、投げナイフ遠い遠いとこまで行ける。しゃがんで静かに置こう。強いな、この距離感で刺さるんだ。しかも一撃ときたもんだ。いける、喉元ひとつき。わあ、めちゃくちゃいるじゃん。雨の中よくこんな佇んでられるな、こいつら。当たってね、嘘。あれ、なんか今ラグで、あれ時間さえ刺さらなかった。誰だ、時止めたやつ。ふざけんな。登って。雷までちょっと、今度今日やめない？よいしょ、始末しよう。ああ、上にも。すごいな。雨の中屋上で物思いによく吹けれるな。相当なんか悩み抱え込んでそう、一人で。だからこそ、安らぎを与えたい。永遠の死を持って。さあ、切り離しますと。この物資をいただく感じなのかな？いや、でも本当に視界が悪くて、ちょっとどこに敵がいるかっていうのが、マッピング見ないと分かんないな。あ、待って、これいるんじゃないか、ガトリンカのとこ。あ、いるわ。これマップ見てたらわかんないじゃん。ポムポムプリンマーキングのせいで。ポンポンプリンがでかすぎてわかんねえ。ガトリンガン使わなきゃいけないのかな、これ。あ、よかったよかったよかった。じゃあ、レイエスからもらった。投げキューピッツ！おい、あいつ一撃で倒れないんだけど。急に屈強なオランウータンが。おい、ふざけんなよ、マジで。なんか届い、なんでこんな届く、急に無能と化した。投げナイフが、なんで？いやー、もうしょうがないわ。じゃあちょっと明かりを灯そうか。少しでも気持ちを安らぎたい。やっぱ火見るとさ、落ち着くから。あー、ほっとする。ほっとする。投げナイフ急に無能になっちゃったからさ。なんでなんだろう。
そしてちょっと人数多いね。バレた瞬間の人数の多さたるや。こう考えると余計レイエスが無能だったっていうことに俺は気づくわ。なんか二人の距離微妙だなこれ。一瓶でさ一気に二人殺したかったりとかするんだけど、なんか微妙に当たんねえな。なんだこれ、なんかオブジェに当たってんのかな。なんかよくわかんないな。わあ近くにいるわ。あー一回じゃ全然倒れない。ちょっとこれきついな。ちょっと戦ってる位置が悪い。視覚を使って今裏から回ってきそうかな。はい、そこを仕留める俺は。よし、通常モード行くぞ。バーニングフォームからライジングフォームへ。あ、やばしかった。おマットさんでした。あなたの町の宣伝部長、相川金也です。よろしくお願いします。地獄の門番キンキンです。躊躇なく人を殺すで。おい、こいつ行儀の良くない打ち方しやがってきた。ふざけんじゃねえよお前。その打ち方していいのはな、シュワちゃんだけだろ。あとドゥエイン・ジョンソンとかそこら辺の肉体屈強な男たちだろ。あれ、ヒデオ、ヒデオ、ヒデオお前仕事をしましたぜみたいな。たった二人引きつけやがってよ。お前こっち何人相手してると思ってんだよな。しゃがんだ状態で R に押すと縄ほどかなくても殺せるっていうことを、知りました。勉強になります。だ今まですごい二度出ましてたってことなんだよね。わざわざ解放して立ち上がったところをシュタシュタってやるやつ。あれ、あ、でもある意味ね、あれ一番性格悪いから。だって助けるつもり、一瞬相手は、あ、俺助けてくれんのかって思うから、ところが殺されるっていう。だから、え、なんでっていう。頭にハテナマークが湧いたまま死んでいくっていうね。まあ、それはそれでまた一興かなって思うんだけど、あいつら来ねえな。こっちのゾーンに来ないんだ、蜘蛛の巣に。一定の距離感保ちつつ、撃ってくる。ちょっとレベル高めかもね。高めに設定してるやつかもしんない。だから、こっちからまぐわっていかないと、倒せないと。全然当たんねえ。2回当てないとダメなんか。うわ、すごい、めった打ち、めった打ち。あれ？なんかマップに表示されてなくない？え、なんかそういうやつら出てきたの？アサシンクリード。おい、影に生きるやつらいっぱいいるじゃねえかよ。これが噂の影の実力者か。ふざけんなよ、マジで。うわ、やべ。うわぁ。ゼロ距離でライフル撃ってくるタイプで、しかもマップに表示されない。アサシンクリード系。おい、アサシンクリードいっぱいいるじゃん現場。おい、ふざけんなって。マップに表示されてないよね。え、なんでこれ。ちょっと待って、やめてください。あ、囲まれた。いや、向こうのフォーメーション、まずい。ゲーゲンプレス。これが噂の。おら、ただの太ったハゲじゃねえか、こいつら。太ったハゲのくせによ。ちょっと一回回復します、これ。ちょっとね、まずいわ。よし、お残しは許しまへんでー。いただきます。やっぱ、新米イズムで、戦っていかないとな。ちょっと発砲やめてもらっていいですか？なんだろう。なんだろう、ちょっと発砲やめてもらっていいですかね、マジで。本当に、さあ、かかってこいよ。借り物の翼でどこまで飛べるか、見せてみなさい、私に。いや、にしても表示されるやつと表示されないやつの違いって何なんだろう、一体全体。ちょっとなんか、ミノムシみたいに動いてるの気持ち悪いんで殺します。密造酒。お金は持ってないんか。あ、持ってる。たった5円かい。え、強いのにたった5円なの？なんか納得できないっす。一人いるよね、真っ赤なやつ。こいつは何なんだろうな。自己主張強いな。
承認欲求高めか。俺か。ちょっとガトリンガンが鬱陶しいんで、撃ってきそうなんで、死角から、はい、微動だにせず。すごいな。ダナマイトの爆破に、ちょっと振り向けよ。ちょっと振り向けよ、お前。まあでも、たくましいメンタルはしてるな。あと一人か。いや、普通、後ろからダイナマイト振ってきたら振り返るけどな。アサシンクリードもいないかな。一人かな、これ。一人っぽいね。よし。もう兵隊さんの列は、綺麗に並んでません。バラバラになりました、みんな。最後の一人。あ、え、何今の？お前なんか呪術使ったろ、呪術。ふざけんなよ、今。なんか消えたよな。俺に幻惑を見せたぞ。おい、こいつ定もんじゃないぞ。何今の？やられるとこだった、マジで。危な。ふざけんなよ、マジで。くそ、能力者か、今の。びっくりした。能力持ちいたぞ、一人。Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I'll see you back at the ranch. Oh, my spies tell me they soon will have the information you need.さあ、シバルレッド。また今日もちょっとやっていこうと思うんですが、今日はまずレースのミッション。一個こなしていこうと思います。で、一旦それで朝食取る感じで。京都レモネード飲みながら。やっていくぞ。くしくも今日札幌土砂降りだから、ゲームの中も土砂降りだし、なんか没入感やばいな。おっと。これ大丈夫？これ。YouTube 的に。YouTube 的に大丈夫？これ。めっちゃ間が悪い。すごいタイミングできたな、ジョン。よくこれレイエスブチ切れないな。てか服着るの早っ。レイエス服着ながらやるタイプか。あ、ルイーザのことか。あ、ルイーザ、勘違いしてんだ、遊ばれてんだ。そういうことか。よし、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 よし。俺、ルイーザ嫌いだから嬉しいわ、これ。この情報嬉しいっすね。今、握り拳、ガッツポーズ作ってます。よし。よし、よし、あいつ遊ばれてる。よし、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 よし。これはちょっと俺の中でのレイエスの株上がったね。もう全国の農家の娘敵に回したね、今。ルイーザだけ敵に回せ。ちょっと危ないぞ、今の。まあでも、ルイーザ遊ばれてんなら、よしよし。レッツゴー。いや、これは信頼できる男だな、レイエス。そう、なんかね、強い男のそばにいるだけで自分が強くなった気でいる女嫌いだからさ。で、ルイーザがまさにそれだからさ。いや、これ嬉しいな。いい物語だ。いいストーリーだよ、これは。うん、脚本家誰これ。がぜんやる気出たね。ちょっとね、眠気なくなりました。すっきりしました。カフェインの要素あるのかもしれない。これもしかしたら、このゲームのストーリー。よし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 。今から何が始まるんです？攻撃をもう仕掛けんだ。飛び降りる。ダイナマイト。なるほど。そっか、この前の列車を襲ったやつか。なるほど。意外と考えてるじゃん。
なるほどね。で、三角飛べる。しかも一緒についてくれる。TUT のそば。横よく走れるな、こいつ。ここら辺の男気すごいなぁ。ただの遊び人じゃないんだなぁ。どこら辺で行けばいいんすか？どこっすか？あ、そろそろっすか？あ、これやばいかもしれない。これ死ぬ。これは爆風に。さよなら、ジョン。あ、いいのか。すげえ、銃発砲しないんだな。え、で、もう殴るために使ってるみたいだね。うわ、すごいな。こいつら真正面からよく来れんな。高いところ、立地的には相当不利ですよ、こっち。ウェイ！これ。あ、ハテナの地点に行けってか。なるほど、なるほど。じゃ、とりあえず散策して、やつのビルのビルがどこにいるかってとこだね。そういうことだね。お邪魔しまーす。あ、ハビアか。エクスエラの方か。ビルじゃなくて。あれ、エクスエラさん？エクスエラさん？ 3 番でお待ちの。あ、ここいない。お薬の時間ですよ。あー、別のところってことか。まあ、一番近くいるわけないもんな。マジか。まあでも分かった、端っこにはおりませんよと。次右行きます。あらあらあら、背中がお留守だぜ。お留守だぜ。あ、いた！ ハロー、フレンズ。こんなちびっこだったの？かませ犬感やべえな、エクセーラーの。ダッチ。そっか、いずれダッチにも挨拶しなきゃいけないんだ。いや、でもやっと会えたな。まずは一人目。What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill.In Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. If you left me to die, to save your own skin, and now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. うわ、マジか。え、ジョン、お前。ジョン、お前。これは顔向けできないぞ。これで逃がしたら。レイエスたちみんなに、せっかく居場所突き止めてくれた。痛い。ちょっと起き上がれない。何この乙女みたいな、ヤムちゃんみたいな。やめろ。これどっから、どっから行けばいいのこれ。どうやって逃げた今。やばいやばいやばい。逃がしちゃう。逃がしちゃった、てへって。で、イエスに報告しないといけない。間違っちゃった、みたいな。どっから逃げたのあいつ。すごいな。パルクールやってたろ、絶対。身軽そうだったもんな。んだけど、残念ながら、お前の乗ってる馬、心底、性能悪そうだな。それがお前の敗因だ。残念だよ。エクスエラ。あっけないな。いいのか、これで。お前の最後、これでいいのか、本当に。プレシディオに戻れ。ああ、さっきのお城か。戦ってるどっか。じゃあ、せっかくなんで、お前の相棒に乗せていきましょうか。相棒くん、始球式94キロ。あっけないなぁ。
見た目もそうだけど能力もかませ犬感パなかったな。ってなってくるとがぜんやっぱりビル、あとアジェンデか。どんぐらい強いんだろうな。早く首刈りたいな。首刈って家に飾りたい。コレクションの一つに飾り、プラスしたいね。あ、ここはバツボタンか。バツボタンっていうかバツのところ、ポンポンプリンマーカーのところね。独房に運べ。あれ、ちょっと待って、あれ、担ぐボタンが出てこないんだけど、ちょっと待って。あれ、なんで？担げん。おい、担げん。出た。ジャンプ。四角ジャンプ。ちょっと待って、何これ。やっと担げた。おい、このミッション、このミッションで一番難しかったぞ、今。担ぐのが。え、こんなチャチい牢屋にぶち込むの？大丈夫？なんか頑張れば逃げれそうじゃん。これ大丈夫？ちょっと待って。あれ、鍵かけた？あれ、鍵かけた？ちょっとおい、ジョン、鍵の確認、ちょっとおい、ジョン。JOHN。大丈夫これ。え？大砲を使え。大砲を使わんといかんのが。我は。いや、でもな、銃じゃないよな、大砲って。いや、でも使うのも尺だな。絶対大砲を使わんとクリアできないんだったら使うけど、それまではちょっといろいろわちゃわちゃしましょうか。あ、来た。じゃあまず瓶替えで。ちょっと熱くなりますよ。ちょっと我慢してくださいね。ちょっとチクッとしますよ。あ、当たってないか。おー、ちょっと待って、誰だ？おい、現場はしゃいでるやついるぞ、誰だ？これ仲間も使う？大砲。あー、使ってるんか。じゃあ、俺はふざけていいな。じゃあ次ダイナマイトいきまーす。そう、俺と。ちょっと待って、早いって爆破すんの！全然ダメだ、これ。ちょっと待ってください。これ仲間の大砲だよね。仲間の大砲で死にそうになってんだけど、俺。これ後で法的、ちょっと法的手段。これ危ねえな、ここ。なんでこんな撃たれてんの？めっちゃ撃たれ、これ仲間だよね、これ。仲間に殺されそうになってんだけど、これ。どういうこと？紛争に乗じて、ジョンの命を奪おうとしてる奴がいる、仲間に。おい、恨み買われてんじゃん。そして恨みを買われてる奴がガトリングガン握りしめてるっていう構図じゃん、これ。だとするならば。現場のやつ一人倒して終わりか。よしよしよし。え？あれ？あ、倒した？あ、終わった。これ何にも知らずに終わりました。よし。独房に入れたり出したり大変だな、これ。あー、こいつらあれだ、オープニングぶりじゃない？オープニングぶりだ。あとはビルか。ウィリアムソン。ダッチもか。あれ、こいつらも最終的に殺せんだっけ？あれ、どうだったっけ？
もう全員、もう登場人物全員殺してるな、もう。